ビジュアルデカ Z2 回目の容疑者のディオーラの皆さんです。こんにちは。こんにちは。これはね、放送では、いわゆるスカパーではね、使われないおまけ的なコーナーなので、割と砕けた話はして、俺も喋る分量を増やそうかなと思って。ぜひぜひぜひね、はい、熱いでしょ。熱いですか。お、本当ね。そうだよ。シャレになんないですよ、これ。お、かっこいいね、脱いだらね。二人は熱くない。毛皮ついてるけど熱くない。あの、俺、結構今まで、今までの歴代衣装が全部熱いやつなんですよ。ロングコートだったりとか。なるほど。首にこんな熱いやつとか。こんなんとかね。あ、ね、寝れるやつ、車内で寝れるやつだよね。車内で寝れるやつがついてるんだよね。ちょっと硬い版みたいなやつがついて、うん、もうそういうのでこう、あの、鍛錬してきたんで、うん、あの、暑さに全然ね。どうですか。今、腕ですけど、でもタンカランバンド。お前もかよ。タンカランバンドだね。うん、で、まあ、腕出てるし、うん、お腹も出たりするんで。お腹出てるのか。いや、何でも3人ともそんなに体型やばくないですよ。やばい体型の人とかね、うん、そうですか。でも痩せましたね、うん、そうです。全然痩せてるイメージ、ね、そうですね。気痩せもするし、ビジュアル系ってやっぱある程度痩せれないとダメなんじゃないかなっていう説はあるじゃないですか。そうです、ありますね。そういう美学ってありますか。正直ね。え、なんか別にいいんですけど、うん、太っちょでもいいんですけど、うん、痩せてた方が、できるならそれがいいですよね。こだわってるルックス的な衣装とか髪の毛とか、一人ずつ、俺はこれはずっと通していくみたいなのって、なんかみんなあったりする。俺はパーマね、はいはいはい、峰村パーマ、眼鏡ね、はいはいはい、本当はやめたいけどもうそういうわけにはいかないから、はいはい、結構頑張って眼鏡パーマを続けてたりするんだけども、本当は直毛なんだよ俺なんかね。あ、そうなんですか。そうなんだ。わざわざパーマって髪めっちゃ痛むんですよ。いやいや、知ってる。ハゲるのも覚悟なんだけど。あ、そうなん、すごい、すごい直毛なんだけど、わっざわざパーマかけたりするの。そのもうそういうので浸透してきてるから。そう、だからそういうのってなんか一人ずつあったりする。その赤いのは、あ、そうですね。僕はメイクにマーカー使ったりするけど、うん、やっぱどっか一箇所は赤を入れていきたいなって、はい、これからね。そうですね、ずっとね、はい、永遠にね、はい、赤が見えなくなってもね。そうです、赤が自分に見えなくなってきても、うん、赤の他人になってもね。あかんでって言われてもね。あかんでって言われても赤い入れるよね。なるほどね。じゃあ結構。そうですね。厚着だよね。厚着ありますね。あの、衣装とかもそうなんですけど、うん、それこそこれもあのロングコートをやめようと思ったんですけど、やっぱ名残が残って半分だけロングコートにしちゃったっていう感じなんです。あ、なるほど。前が結構もう。これから減らしていこうってわけではない。いや、わかんないです。また増えるかもしれない。ロングが好きだ。そうなんですよ。あの、自分のこう理想なんていうんですか、理想像ギタリストの方々って大体ロングコート着てる、はい、ロングコート着てるギタリストって、うん、誰？吉川晃司？吉川晃司じゃない。ギタリストでしたっけ。ギタリストじゃないよね。違います。ロングコート着てるギタリストって言うと、いる？杉蔵さんとか。あ、杉蔵さん、あれロングコート着てるギタリストってイメージ？自分の中ではそういうイメージなんです。うん、あとあの、布袋寅泰さん。あ、布袋さんはそうね。うん、あれは違うんだ、ロングコートじゃない。全部がロングだから。あ、なるほど。そう、ロングスケールで。ロングスケール、ね。全部ロングスケール。だからギターもロングスケールかもしれないけど、別に本人からしてみたら、別にロングって感じてない。そう、コートも別にロングコートって感じで。俺たちが見たら超ロングコートなんだよね。P コートかもしれないですよ。 P コートかもしれない、ね、そんなことはないよね。 P コートになる可能性はないよね。だってね、ないですね。なるほど。なんかこだわりありますか。これですね、ボンボンですね。ボンボン、あの、フリー、首のフリー、スカーフね。これが、あの、そうですね、ディオラ今まで衣装を、うん、2,3,4,5 5あったんですけど、3ついてますね。5分の3ね、うん、そしたらこだわりと言っていいよね。前のバンドからもボンボンが好きで、はい、これボンボンって言うの、スカーフっていうの。ボンボンって呼んでます。ボンボン、なんでそれ
やっぱ自分にしっくりくるな。そうなんですよ、これボンボンがあると落ち着くというか、なんか安心する。でもボンボンって言わないよね絶対ね。でもボンボンってやっぱり言ったらみんなに通じるし。通じる。ボンボン取ってやったらここ取ってないし。俺は金持ちの息子のイメージだなボンボンって言うと、もしくはコロコロコミックとね、ボン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 だよね。ガン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 ね、はい、そうですね。なるほど、はい、じゃあ最後に1点、メンバー誰かがこいつに言いたい物申す、これはやめてほしいなって前から思ってたっていうね、ある人。はいはい、ケイ君。ケイ君心構わず寝すぎですね。心構わず寝る人、ライブ前とかね。すごいね、ライブ前に寝れんの。いやでも結構その場日によるんですよね。全然平気な時もあるんですよでもなんかこう突然来るんですよね、睡魔って。突然来るから我慢しないよね、睡魔が来たらね。なんかで睡魔が来ないよね。睡魔が来たらびっくりしちゃうもんね地上なのにねそう、なんか突然来るんですよ突然ね。今日別になんか朝とか、今日は眠くないなと思うんですけども、こう座ってるじゃないですか、あれ眠いぞといきなり。やばいよ。やばい。まあやっぱりね、やんですかね。睡魔が踊ってきてるよそれ。睡魔。溺れないように溺れないように。俺そうです、いつも溺れかけて。睡魔にね溺れ。水この辺。でね滑るんだね。本当に最近ダメですね。最近だけなんだ。多分年々ですかね。年々ね。やっぱロングコートに戻した方がいいよね。やっぱ半分じゃちょっと調子悪いんじゃないかな。全部行っちゃった方がいいかもしれない。全部行っちゃった方がいいかもしれないね。というわけで、まあ、デュオラのことがよく分かったと思いますけれども、10月の24日に、ニューシングルね、イビス、そして11月の17日から、ワンマンツアーが始まりますので、ぜひ皆さん、ご注目して、ライブにも来て、CD にも聴いてください。デュオラの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。